すぐそこだよ。歩いてこれだよ。すぐそこですけど。ここだよ。知ってますか、ここ今。ここ。SPV という3年ほど。すごい。私、ここにも番組持ってるんです。今も。今もやっております。ああ、すごいな。それでですね、うん、最後のリクエスト。北海道ギターチアルに会いたいっていうのは、ここに来るらしい。ありがとう。こうちゃんどうしたの？こうちゃんどうしたの？こうちゃん。どうしたの？そうなの？どうなの？どこ行くの、こうちゃん。こうちゃん。ここ来るまではね、本当に伝えをしたんだなって思ってましたよ。何を言っても文句しか言わないし。お前やっぱり、飲みる言葉が嬉しかったし。一人だけ飲みるって言われたのは、すっごい嬉しかったね。でも最後にはまたちょっと落ち込みましたよ、やっぱり。飲みるのはこっちの二人だなと思いました。木曜日は関東は晴れるでしょう。金曜日以降は雲が増えそうです。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えしました。ポン吉かポン太郎か。ポン吉ね。ポン。後半です。迫ってます。ポン吉。来たの。日本のサインプレーが光ります。右サイドへ連続してもうそーっとしたくない。最後はナイカブラが飛び込みました。くるみちゃんダメだよ。キックの決まり2点差に入ります。ポンチチ君だからね。おい、アミドと一緒してくれ、ポンチチ。ライン上にも取られずに、はい、ここでサイドフェアを準備してたプレーで、はい、お尻を叩いた瞬間にこの左側にいた選手が移動するんですよね。はい、この選手ですね、はい、ここにパスをするかと思いきや飛ばして最高くらいからパス捨てちゃってるもんね。ちょっと後手を踏んだっけね、リエゾが。すぐにまたこのボールを出して、実は今度はこう中村亮太選手がまたもらったんです。普通だったらパスをいただいて、いい選手が最高、はい、練習通り、練習通りだったんですよ、今回。クールちゃんやめなさい。クールちゃん。早くなんかあげない。早くしないとくるみと戦っちゃう。